はい、こんにちは、ゆうです。ということで、今回ですね、僕のバイトのない一日を晒していこうかなと思います。まず、朝起きてですね、早速顔を洗います。で、顔を洗ったらですね、朝ごはんの準備をします。僕は基本的に朝は、ほとんどパンです。ご飯を朝に食べることはないですね、あんまり。食パンを焼いて、大体いい飲むのはコーヒーかカフェラテになりますね。で、ヨーグルトをつけて、朝食です。 で、特に休みの日はですね、朝食後はまず歯磨きをして、その後はですね、えー、自分の部屋に行きます。まあ、これはね、あの、変わらないですね。どの日も。で、部屋に戻ったら、もちろんですね、まあ、アニメを見ます。えー、この時はですね、からかい上手の高木さんを見てましたね。うん。 まあ、あ1期は見てたんですけど、2期はね、ちょっと見れてないとこがあったので、まだ途中までしか見てなかったんで、まあ、2期以降も見て、で、3期、今ね、あの、追いついてました。はい。で、昼飯を13時頃食べますね。まあ、僕、バイトの時ね、昼飯がね、13時半以降になるので、の休みの日もね、基本的に13時過ぎに食べてますね。うん、その方がね、なんか、お腹が空かなくてね、夜までいいんですよね。で、えー、 昼ご飯を食べたらですね、アニメ鑑賞。そして眠くなったら寝るということで、15時ぐらいに昼寝をしました。はい。結構この時間眠くなるんだよね。で、1時間半ほど寝て、えー、16時半に起床ですね。そしておやつタイムですね。まあ、おやつタイムは毎日あるわけではないんですけど、まあ、たまにおやつタイムします。そしておやつを食べ終わって、えー、また自室の方にね、向かっていますね。そして17時アニメ鑑賞を再び再開します。 アニメ鑑賞はね、もうこの先、まあ多分ずっとやっていくるでしょうね、休みの日は。そして、階段をね、えー、降りて、向かうのはお風呂です。18時にお風呂に入ります。まあ、僕、基本的に17時から19時のね、このぐらいの間にお風呂入ることがほとんどです。そしてね、まあ、髪を乾かしますね。髪を乾かさないとね、まあ、次の日起きた時は髪の毛が大変なことになっているので。で、最近はですね、お風呂上がりに、まあ、ストレッチをね、毎日してます。はい。まあ3ヶ月ぐらい継続してますね、今のところ。 そして夜飯ですね20時ごろにまあ昼飯がね遅かったんでその分夜飯も若干遅いかなって感じですこの日はねあのマグロをね食べましたねご飯を大物にしてね食べてでほろ酔いを飲みました最高でしたねまあ基本的にはですねあの僕刺身とかの方が好きなんですよねお肉よりうんでご飯に関してもね刺身の方がねあのたくさん入るのでこの日はね本当によく食いましたね そして、また自分の部屋に戻ります。そして再びですね、アニメ鑑賞をね、再開いたします。この後結構見ましたね、ずっとアニメ見てました。そして寝る準備ですね、24時半頃歯磨きということで、歯磨きをして就寝ということで、僕の一日は終わります。ご視聴ありがとうございました。